台風10号で乗り面が崩落した東九州自動車道の臼杵津久見間についてネクスコ西日本はあさって通行止めを解除する見通しを発表しました。東九州自動車道の臼杵と津久見区間は今年8月の台風10号による大雨で道路のり面が崩落し全面通行止めが続いています。ネクスコ西日本によりますと現在道路の舗装作業などが行われていて予定通り進めばあさって昼ごろにも通行止めを解除するということです。通行止めの影響で交通渋滞が続いていた臼杵と津久見を結ぶ国道では仕事で日田の方から宮崎の方に行くんで行くことが多いんで非常に開通するなら助かります。交通渋滞ってやっぱイライラするので、まあ、事故の原因とかにもなりかねないのでやっぱスムーズな運転ができた方が助かると思います。ネクスコ西日本は天候や作業状況で予定が変更となる場合があるため通行止め解除まで迂回路の利用に協力をお願いしたいとしています。